野田さん無線チェック。はい、OK です。練習ってことですね。飯塚さん呼ばれますか？わかりました。ちょうど正面の海岸線あたり人がいるんで、あまりまっすぐ行かないように気をつけてください。
がいるんで、こう浮いたらすぐ右に旋回していってください。で、さっき言ったように風強めなんで、この林の後ろまで下げちゃダメです。だいたい砂浜の半分ぐらいまでにしといた方がいいです。マキュさんと太田さん、左見てもらって、今ちょうどあの親子で歩いてる人もいるんで、ちょっと遠いところなんだけど、あの人の上も通らないように。Thank you.
遊んでます。エンジン停止。飯塚さん不時着。いける。救援お願いできますか。大丈夫です。そう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 。で、まだ高いんで、もうちょい左に行きますね。風下には下げないでくださいね。風下には下げない。ゆっくりで大丈夫。ゆっくり左に行きます。そう、ゆっくりゆっくり。そう、後ろに下がらないように、下がらないように。そう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 。そのまんま、そのまんま、そのまんま。そうそうそう、軽くこうホバリング気味で軽く押さえるぐらいで、エンジンは吹かさなくて大丈夫。押さえすぎない、押さえすぎない、押さえすぎない。そう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 、万歳しましょう。そこで万歳万歳。そうそうそう、万歳すると前に出てくるんで
そのまま万歳ですよ。で、もうエンジン切りましょう。まだまだ、まだ万歳。はい、軽く。前引きすぎ、引きすぎ。引きすぎ、引きすぎ。なのに持ってかれた。上限なんですよ。これより強くなったら大変です。大変転ぶってことと違って。いや、自分はもうあれでやめます。
エンディングカットで、まあ、遊んターゲット、あれが本当のターゲットで、エンジンでやったら何でもできちゃう、手前ついちゃった。